はい、それでは 12AU シングル DC アンプの制作第2回目スタートしたいと思います。今回はですね、部品を購入していきたいと思うんですけれども、その部品ですね、2段階に分けて購入していきたいと思います。まずですね、トランスと真空管を購入して、それらを買った後ですね、ケースのサイズを決めて改めて、ケースその他の部品を購入するという流れで進めていきたいと思います。今回トランスはですね、一つ前の回でもお話ししました通り、東洋編成機さんという秋葉原にある、トランスの販売店さん、メーカー販売店さんで、購入していきたいと思います。もちろん通信販売もやっていますので、私も今回通信販売で購入します。それからですね、真空管はアムトランスさんというお店で買いたいと思います。こちらも秋葉原にあるお店なんですけれども、通信販売のサイトも充実しておりまして、古い真空管、そして、今回私が取り上げている、現行品の真空管ですね、なども幅広く取り扱っていらっしゃるところです。そしてですね、今回、まずトランスと真空管を買った後、ケースのサイズを決めていきたいんですけれども、まず事前にですね、いくつか候補を私の方で選びましたと。いずれもタカチというケースのメーカーさんのものなんですけれども、MB8615 ということで、サイズが横8センチ、縦15センチ、厚み 5.5 センチのケースと、それから MB1369 ということで、こちらは横9センチ、縦、13センチ、厚み6センチと、この MB という頭文字がついているものは、蓋側もですね、それから底側もすべてアルミでできたアルミケースになっています。そしてですね、 CU12N というものも候補に挙げてみました。こちら9センチ、10センチ、6センチのサイズで、これはですね、ケースの蓋側の部分がですね、こう黒い色で塗られてますけれども、アルミではなくて鉄の板でできているという類のものになります。ではですね、購入したトランス真空管と、このケースのサイズを比較しながらですね、どれが加工できるものか検討していきたいと思います。はい、こちらにありますようにトランスと真空管が届きました。そしてこちらにあるのはですね、候補になっているケースのサイズで作った紙の模型ですね。この紙の模型にですね、トランスとか真空管を乗せてみて、余裕があるのかないのか、調べていきたいと思います。はい、まずですね、タカチの MB8615 の、トップサイドを考えてみます。ちょっとくぼんでますけれども、これ紙なので、トップサイドにですね、トランスを乗せるとペチャンと潰れてしまいますので、こういうふうに裏側に入れてますけれども、トップサイド天板側だと思ってください。このサイズですと、電源トランスを入れて後ろにチョークトランスを隠すように置いてですね、さらに、真空管を2本置いても十分余裕があるかなというふうに見て取れます。はい、続いてケースの内側ですね。先ほどは電源トランスと、チョークトランスと真空管乗せましたので、残っているのは出力トランス、それからサイズの大きい電解コンデンサー、値は同じものではないんですけども、うちにある似たようなサイズ感のものをですね、同じ個数だけ選んで乗せてみました。こちらもですね、隙間が十分端っこの方にあって余裕を持って、組み上げられそうです。はい、続いて MB1369 という品番のケースになりますね。これも今は天板をイメージしています。トップサイドをイメージしています。で、電源トランスとチョークコイル、真空管を置いてみたんですけれども、なかなか結構これはタイトですね。真空管の熱がですね、そのまま電源トランスにも影響を与えそうですし、
これは少しタイトすぎるのかなというふうに思いますので、直コイルをですね、内側に配置するようにしていきたいと思います。はい、これもトップサイドをイメージしてますけれども、チョークコイルを外しますとですね、まあ、十分余裕があって、いろいろな隙間がですねちゃんと取れて、まあ、見た目も少し余裕があるのかなというふうに感じますので、続いて裏面にですねアウトプットトランス、それからチョークコイル等々置いていきたいと思います。はい、ということで、裏面というか内部にですね、出力トランス、チョークコイル、そしてサイズの大きな電解コンデンサーを置いてみましたが、まあ、これであればですね、余裕があって、ここに少し小さめではあるけれどもラグ端子板も置けそうな感じになっていますので、これならば十分、いけるでしょう。はい、続いてですね CU12N という型番のケースの、これも、トップサイド天板側をイメージしていますけれども、電源トランスと真空管をもう置いただけで、かなりいっぱいいっぱいということで、これ以上のものを乗せるのはもう難しい感じになってきますね。残りのものは内側に入れていくという方向で考えたいと思います。はい、ケースの内側を想定して、出力トランス、チョークコイル、そして大きいサイズの電解コンデンサーを入れてみましたけれども、まあもう、きっちきちですね。全く余裕がない状況で、まあ、これは作るのも相当大変ですし、少し危険な感じもしますので、このサイズはちょっと難しいのかなというふうに思いました。はい、ということでですね、部品を置いてみてどれぐらい余裕があるのかないのかを見ていきましたけれども、まあ、実験した感じからするとこの高知の MB1369 というケースが、まあ工作もできそうですし、その中では一番コンパクトに収まるということで良さそうなので、これで、この後ですね製作を進めていきたいと思います。はい、ということで実験の結果ですね、今回は高知の MB1369 という品番のケースを使って進めていくことにします。はい、でこのケースなんですけれども、いつも部品を買っている戦国伝承さんではですね、手に入らないというか、そこには高知の同じ MB のケース売ってはいるんですけども、ちょうどこのサイズのものが、リストになかったので、秋葉原にあるですね SS 無線さんとい こういうホームページなんですけれども、もちろん秋葉原にも 実店舗があります。ケース類をですね非常にたくさん取り揃えていて、まあ、在庫もいろいろと豊富にあるということなので、この SS 無線さんでケースを購入したいと思います。通信販売もやっていらっしゃいます。そしてですね、残りの部品、スイッチ類ですとか、それからコネクタ端子類、そして抵抗、ボリューム、コンデンサー、それから今回はですね整流用にダイオードも使います。そして、ラグ端子板基板ですね、こういったものは毎度おなじみの戦国伝承さんで買っていきたいと思います。ちょっとですね今回、どれぐらいケースの中に余裕があるかというのは作りながらになるので、ラグ端子板はですね、5個端子がついたものが並列に2列あるタイプを買うんですけれども、まあ、場合によってはですね切ってですねもっとサイズを小さくしながら扱っていくかもしれませんけれども、まあ、とりあえず、少し大きめのこの5個かける2個で計10個ですね、端子の金属がついているものを買って進めていきたいと思います。はい、ではですね、次回はこのケースを加工する作業、こちらに移っていきたいと思います。